ってるんですか。ね、ディレイあるから。放送ディレイしてるだけでもまいったから。ね、ああ。おはよう。おはよう。座りな。遅刻だよ。遅刻。あ、ごめんなさい。遅刻。あ、本当だ、来た。やったー。あ、すかち遅れてんのか。着ないだろ。おはようございます。おはようございま す。私たち、せーの、バングです。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介からいきますか。はいはい、はい、マリンバです。はい、花モンスターです。よろしくお願いします。はい、アンズピアです。はい、ラブです。はい、ウトウトです。はい、ウルウルです。はい、ナルハワールドです。はい、サイエイトです。よろしくお願いします。お願いします。うわ、すごい、なんかすごい、やっと8人が揃いました。そうだね、久しぶりだ。久々に、久しぶり。元気にされたか。うん、そんなでもない。そんなでもない。アルちゃんだけでしょ。特にこいつ久しぶりすぎる。確かに。なるほど。そうなの。確かに。こいつちっちゃい。こいつちっちゃいぞ。なんでも大丈夫なの。で、なんか今日寝ちゃない。泣いてる。だから。そぶたちゃん大嫌いになっちゃうから。泣いた。泣いた。泣いた。ガタになっちゃう。素敵だったもんないでね。触りたくなっちゃう。何を話したらいいですか。とりあえずちょっと俺が一番気になったことから。はいはい、ね、あのラブちゃん以外にね、あの合宿本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ラブちゃんの合宿やってましたよ。ラブちゃんの合宿、それでラブちゃんなりの合宿について聞きたいんですよ。あの選曲は何だったんですか。チャラサーの選曲。あれはやったことないようなダンスを見せたいと思ってたんですけど、確かに見たことないけど、ちょっとチャラさでした。ちょっとチャラすぎたかもしれない。あれはちょっとね、反省してます。だってあんなに踊れると知らなかったし、ちょっとびっくりしました。でも見てもらえて、はい、ありがとうございます。あとすいません、朝ね、本当に完全に寝坊しました。めっちゃ謝るって言ってましたね、コメント。謝れって、もう謝っとかないといけない。すごい、固まっちゃった。十分、ね、みんながね、遅くまでやってるから悪いんだぞ。なんか、アンケート取ってましたね、プレミアムかプレミアム。見てましたよ。あ、見てましたよ。見てないんで寝てよ。見てました。え、押せないこれ。動かなくなりましたよ。ん、動かなくなっちゃった。パソコンが動かなくなっちゃった。あ、見た、コメント。これね、悪く言いたくないけど、ここの Wi-Fi がね、ちょっとだ こういう感じなんだよ、ずっと。あ、波があるんですか。なるほど。黒川さん、すくみずって来てますよ。あ、それはもう、そういうの拾わなくていいんだよ。俺だって見てんだから、ここで。黒川、怒られてません。ただ起こされました。え、どうやって起こされたんですか。え、もうマラソン終わってきて、カメラマンにバンッ、マラソン終わりましたって。めっちゃ焦りませんか。え、ビクッてしましたか。うん、それで起きたんだけど、眠い、頭痛い。なるほど。やりすぎたーって起きました。はい。やばいですね。だって3時間前まで飲んでたもん。すげえ。3時間前。渡辺さんが3時半ぐらいまでは余裕でしてたって言ってました。ん？3時半まで余裕でしてたって言ってました。宴会余裕でした。やば、俺脱落らしいから、ちょっと来年以降来れないと思うんで、俺役の人をね、あのワズの中から選ぼうか。あ、ほんとですか。ラブがちょっと立候補してます。ちょっと寝れないけど大丈夫。大丈夫です。得意だそうです。でも喋れないかな。喋れないんで無理です。確かに、ね。昨日やった。昨日やった。インタビューした。あ、そう。なんかフェリーの中で宮地さんのカメラを使ってちょっとインタビューしてたけど、でも宮地さんからは全然なんか良くなかったっていう。絶対無理。
でもインタビューはしました。今日はどうでしたかちょっとラブちゃんちょっと回しといて。はい、あと50分ぐらい。はい、バンクのお話大会始まりました。イエーイ。皆さん好きな食べ物は何ですか？オムライス。すごい。ナラハワールは肉。麺。肉？いやでも食べれるようになったんだよ。本当？そう。食べた食べた。めっちゃ食べた。めっちゃ一口で食べるの。え、あぶって。そう。何も食べた。すごかった。本当に偉いよ。完全に克服したの？うん。食べたかった。いや食べたくはない。すごくなかった。大きさめっちゃ見てんの。え、花ちゃんの方がちっちゃい。焦がして。だってほんと差がありすぎるんだもん。ソーセージは？ソーセージ好きだった？加工してんのにダメなの？加工に。あれ、お料理対決のハンバーガー食べれたの？食べれた。甘かったから。いや、美味しかったの？めっちゃね、食べれたよ。本当に柔らかいのあれ？めちゃ柔らかい。超美味しいんじゃん。え、いいの？いいな。あ、なんだ。箸折りだけど渡辺さん。やばい。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。めっちゃ面白かったね。楽しかったよ。回さなきゃ。回さなきゃ。回さなきゃ。ラブ。回さなきゃ。今日の服の好きなところは何ですか。え、サイアウト？そうです。紐です。マジで怖い怖い怖いです。マジ怖い。長いです。今のは怖い。マジ今のは怖い。ちょっとそれサスペンダーついてなかった？え、そう、紐のサスペンダーじゃないの。紐でーす。さっきそれにしてたの？そうだよ。バカじゃん。やばくない？マジでやば。え、紐を、長い紐の蝶々結びの輪っかの部分でサスペンダーですよ、さっき。そう。おしゃれ。え、ちょっとやってみてください。パツるじゃん、絶対。わぁ。すごい。絶対やってみて。かわいい。なんで？なんか感がすごい。ムロさん、自分でこれ縛れないんだよ。すごい。そう、できない。私も最近できるようになった。アンがやった。すげえ、どういうこと？アンちゃんがムロさんの結んだの？そう、こうやって結んだ。優しい。何歳？すごいな。やば。やばい。ほら、じゃあ回さなきゃな。マリンちゃんは、マリンちゃんは服はどうですか？マリンちゃんは服がなかったんで初日の服を着ました。パンダが車に乗ってますね。乗ってますね。いいじゃん。ありがとう。ロブちゃん、いいじゃん。車燃えてる。エンジンだよ。そういうやつだ。そうだよ。来年のオレオレ。ロブちゃんが増えるらしい。ラブちゃん、やばいですよ、本当に。もうちょっといい加減回さないと。はい。ルルルさん、今日の天気はどうですか？天気？ちょっとわかんないですね。曇りですね。曇りだって。曇り曇りです。素敵な曇りです。素敵な。でも外あんま寒くなかったよね。あ、すごい。パンダが流れてった。パンダ100円の100円。200円だよ。200円だな。200円。こやつが、こやつ、え、動くやつじゃないよ。歩くやつじゃない。これだよ、多分。これだろ。こんなこと言ってるんだ。え、ちょっとだけ違う。え、だってさ、あれさ、こうやって歩かないじゃん。こうやって歩くじゃん。え、違うよ。こうやって歩く。こうやって歩くよね。あれ一個ずつさ、なんかこうやって、世界観が違うんだよね。え、そうだよ。こうやってあるよね。え、こうだよ。メリーゴーランド。全然。あ、もういいや。あ、もういい。通じないわ。全然ごめん。あ、ラブちゃんと妹喋ってほしい。なんで？似てる？似てないけど、妹の方が可愛いけど。いや、そういうの。可愛そう。本当に。そうだよ。悔しい顔。あんちゃんにもお菓子あげない。なんで？そうだよ。そう。今くれるって言ったじゃん。今ほら、うるうるクソ苦笑いだったよ。そうだよ。思ってると思うよ。あ、心の中で。え、見たことある？ちゃんと妹の顔。あるよ。今日マジで見てみて。なんかね、話が多分ね、通じない。
けで今だってこれ回してるぐらいだったら話しちゃっちゃう。絶対妹切れるよね。妹切れる。すごい愛にハッとか言ってるからよ。そう。でもハッて言うの人はちょっと怖いから負けちゃう。負けちゃう。負けちゃう。負けちゃうんだ。あーってなる。喧嘩じゃん喧嘩。どうも回さなきゃ。そう回さなきゃ。妹可愛いよ。MC、 はい、どんな、これは合宿の話もしますか。うん、したらあんちゃん、あの腹筋の、そう、腹筋のお腹の様子はどうですか。え、めっちゃ胸筋肉痛、お腹が、そうだけど、お尻ペンペンでやっとったから、ね、そう、マジで良かったって思ってる。そう、ワッグ、ワッグは練習の時毎回練習終わりで、練習終わりの時に音楽流して腹筋してます。そう、歌いながら、そう、歌いながら絶対に自分のパートで、安全さん腹筋監督だもんね。そう、めっちゃ怖いから離れたら押すで超怒る。そう、腹筋監督なんですけど、これは負けたらダメだなって、ね、それは本当思ったよね。このままに見てなかったけど、そう、でも一人だけさ、なんか完全にさ、スピードっていうかあれが違った。うちの監督だから監督だからなんかもすごい、ね、最後もすごいね、腰とか浮きながらこうやって勢いに反動でダメじゃん。ちょノーカウントだ、ノーカウント。すごいポニーテールをさ、不正疑惑にしてて、かわいそうだなって思った。ポニーテールしかできないのに、ポニーテールしかできないのに、かわいそうだな。不正って。もでも炭酸はあれはね、失格だった。こぼした振った時はさ、こぼした反応もさ、あーみたいな。すごい。でも飲まないから知らなかったんだよね。そう、炭酸が吹き飛んだよ。なんとじゃないんですよ。飲んだんだけど、飲んだんだけど大きすぎて口の中に入ってくる量が異常じゃなくて吹いた。失格になってしまったの。失格？失格の。落ちました。エラー。オッケー押せますか？ただいまエラーになっております。マジで？マジでダメよ。マジで。現在こら。さすが。おじいちゃんみたいな感じだ。おじいちゃんだよ。すごいね。え、これダブル。やばい、サヤツさん。サヤツさん本当にやばい。サヤツさん本当やばいよね。やばくないよ。サヤツさんは合宿どうでしたか？楽しかったです。ね。なんで小学生？え、髪の毛切った？切ってない。え、前でも切っとる。ちょっと前にさ切ったんだよ。え、めっちゃ短くなってない？短い。長い髪の毛。嘘。嘘。あ、そっちも切った。え？おお。思ってなかった。縮んだね、髪の毛。え、マジで。めちゃめちゃ変わった。なんか抜けたんじゃないかった。ストレス。合宿のストレスか。やばい、ね。でも本当にね、円形脱毛症とかあるから気をつけなさい。円形脱毛症。まだここに生えかけありますから。これですこれ。本当だ。本当だ。なんですぐ出せんの。ここだけなんですよ、でも。一拍手。ね、すごいよね、短い。本当だ、なんかあれみたい。ピョーンってなってるね。めっちゃ綺麗、綺麗でってるんですよ、髪の毛も今。そりゃそうだね。そういう気あるよね。そのつもりでやったら今ちょっとおかしかった。そりゃそう。え、すごい。すごい。めっちゃ強いんですね。強い毛だ。え、ちぎれないんですか？ちぎれない。まだ大丈夫。さっきさんめっちゃ切れるって言ってましたよね。ああ、わかる。まだね、そうそう。いずれあの人もハゲ。嫌だな、ハゲ街道まっしぐらい。嫌だな、ハゲたら坊主にするんだ俺。マジですか？歌もハゲたら坊主にしろ。嫌だよ。おしゃれ坊主、おしゃれ坊主。ちょっと無限に髪の毛生やし続けます。え、うち見たい、歌ちゃんのユニコーンカラーの坊主。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛い。自分でやれよ。本当にやりたい髪型だ。歌ちゃんの髪みたいな。マジで自分でやるよ。本当にアホじゃん。ナルハワールドさんは合宿どうでしたか？合宿ですか？してないです。まだ回しましたね。小島さんが始めました。すいません。ナルハワールドさんは合宿どうでしたか？ですね、なんいや、だんだん辛くなってきたんですけど、でもなんかいろいろ
自分の中でも変わったものはいっぱいあったんで、そういうものを得られてよかったなって思います。いいコメント、真面目な映像だね。いや本当になるちゃんさ、めっちゃ喋るようになったなって思った。めっちゃ喋るよ、めちゃめちゃ。なんかさ、合宿来る前さ、自分の意思表明とかもさ、なんかあのみたいな感じだったんだけどさ、なんか昨日意思表明見たらめちゃくちゃ喋ってたからさ、え、超変わったじゃん、ナルハワールドと。いやそう、ナルちゃん変わったの見ても、なんかナルちゃん結構さ、あんまりなんかみんなで喋っててもさ、一人で端っこでこんな感じじゃん、だったじゃん。だけどなんかその大富豪に負けた時にアンズピアが泣いてるのは見えたので、ナルハワールドちゃんって感じだったんだけど、後ろなんかでこみたいな音が聞こえて、横見たらナルちゃん泣いてたのだからと思ってたの、ナルちゃんがちょっとそんなに思ってくれてたんだと、ちょっと絆が深まっちゃってチャラいんだよな、チャラいんだよ、深まっちゃって、そこはチャラいポイントだよね今日ナルハの服装の方がチャラいかなあなたでもさ、これチャラさですよね、ゴールド黒目にアウトが逆にアウトあのスウェットですよね、ピンクのマジで黄色ピンクじゃなかった、だから踊ってったら後ろから見るとめっちゃ見えたよね、ケツが見えたね、主張激しいから、ケツの主張激しい、確かにケツの主張激しい、全然見れないのこれこっちは全然見えてる、おはようございます。神谷が昔の私にそっくりってマリンバのこと言ったすごい、そしてダメな時の私にそっくりって言ったガムです頑張ります黒川さん、パソコンが発動しないです。発動？何、技かなんか確かに。昨日、ムロさんが戦ってましたよ。なんか、戦っとったよね、これ。どっちが先に投げるかって。いつもの公開があるね。オーケストラで戦っちゃった。そう、オーケストラで戦ってた。誰と？先行後攻を決めて戦ってたんですよ、投げ合いの。どっちが勝った？どっちが勝った？どっち？何、勝ったことあるの？話がここで噛み合ってないから、ゼロさんも投げる方がいいかも、そう、それは分からない、両方とも投げてない、投げてます、先投げるか後投げるかどっちでもいいじゃん確かにこっから投げるんだから、ゆいなさんが審判でした、審判ゆいな見てるって言ったら、かわいい、ゆいな見てるゆいなさん信者がいる、前田さんもだから、前田さんも、前田さん、ゆいのさんの言うことしか聞かないまゆさんが曲流してくださいって言ったら、はみたいなゆいなちゃん助けてって言って、ゆいのさん言ったら、いいよって言ってなるほど、めっちゃ面白かった、コメント減ってる、うん、じゃあコメントしてくれるようないいお話をさやかさんから、ごめんなさい、ごめんなさい、そう、深い話を、深い話固まんなよフリーズしちゃった深い話どこまで待ってるんだ、静止画みたいになってるんだけど、パソコンの調子にフリーズしちゃった、深い話なんかないの、深い話、地球の話でもいいサーヤイトは宇宙人です、なぁ人間です、人間です、サーヤイトは人間です、逆逆逆、宇宙に住んでます、宇宙に住んでます、地球に住んでます、高くなけ、人間なんですけど、はい、地球に住んでいます、はい、あの誰に向かって喋ってるの？多分宇宙人と喋ってる。いるんだ誰かが。怖いな。この間とある先輩とちょっとご飯に行ってきたんですけど。MC のオーバーじゃん。MC のオーバーじゃん前のライブの。いいよ、じゃあそれの話しよう。うん。いや MC の話。MC してみたらいいんじゃない？うん。私その先輩すごく大好きなんですけど。させてください、あの地球っていつかなくなると思うんですよ、もう地球って本当にいつなくなるかわからないし、
か今ちょっと災害とかもやばいし、ちょっと人もやばくて、動物もやばい、空気もやばいっていう状態なんですけど、災害ともやばいよね。ごめん。いやでもなんかそのそう考えると人生ってなんかはるかに短いなって感じていて、そのなんか短い人生のうちの1日24時間っていう中のその一部分をなんか自分たちにのために割いてくれる皆さんは本当に素晴らしいって思うので、素晴らしいって思うしありがたいと思っています。だからこれからも、もう そういう人たちのためにも頑張ろうって思いました。以上です。おなるほど、意外に意外に。ここで告知をしてよ。そうだよ、ここでサイライトからの告知だよ。ここでサイライトからの告知です。はい、4月に4カ所、うん、うん、合ってるよ。あのマッチ4カ所町どこ回るの？そう、どこ回るのか言ってよ。そう、どこの町かがね、大事だと思う。それを見てくると大事だと思う。日本の町を回るんですけど、ね、違うよ。それはそうだけど、どこだっけ。じゃあ1カ所行ってみたら。あ、まず1カ所行こう。覚えてるとこ大阪ないよ。ないよ。今回ないよ、大阪は初めから。やばいな、ところ何かあるだな。名古屋、うん、ある名古屋、東京、うん、うん、いつも行ってるじゃん、仙台。そう、うん、私久々の場所、久しぶり。友達がいるな、この人の。そうだよ、そうだよ、うん、もうすごいリポートって絡んでた、すごいしつこいぐらい、いじめてたもんだって。あと LINE のトブガだからね。そうだよ、そうだよ、しずっぴーがいる、静岡です。しずっぴーのファンだもんねって言われて、やっかいもの、やっかいもの。しずっぴー困ってるからやめてあげてよ。あれは本当にいじめだと思う。なんか違うよ、またしずっぴーって言うんだ。私はずっぴーなのみたいな。ずっぴー、ずっぴー、あれ定期でしょ、ずっぴー。コメントありがとう、よろしくねみたいな。あしらわれてる。でも最初でも仕方されてたもん。仕方されとった。3回ぐらい絶対に3回嫌われてんじゃん、しずっぴー。うん、絶対なんかね、やばい、こっちはね、目がやばいの。もうね、最近朝5時にからこうつけてね、死んできた、目が死んできた。乾いているんだ、目が。目開けないの？開けないよ、頑張って。あ、そう、いい、いつも眠そうって言われたの。なんか眠たのかなと思った。いつもより眠い。ピンクネックだからじゃない。あ、晴れ元ライブかな。そうそう、二重幅広く見えるよ。そう、オレンジとかの方が広く見えるんだよ、舞台半は。膨張色だから。おお、ラブちゃん気持ち悪い。ねえ、またピンクになったね。今日だけだよ。今日だけ、今日入ってる。ティントでさ、まぶた塗ってたんだけど、ね、繰り返したら、ね、あーってなっちゃうんです。今日ねえ、イラーエラー、イラーエラー、イラー英語で。ライブどこにやるんだって。ちょっとね、あ、ライブ、さっき話したじゃん。え、ライブ、ライブ怖えー、なんか怖えー。きっと私が頑張ってるかちゃんがライブハウスもツイートします。マジ少なめ、マジ怖い。名古屋に行くスタイルやめてないし、東京と、あっちとこっちと飲み水少なめ。同じこと繰り返す。名古屋と東京と、だから、あの、箱の名前、うん、事故るから絶対。静岡、仙台、大阪、大阪、大阪ないんだって。仙台のクラブじゃん、東京で。え、違う、遠征感とか、遠征感とか、クラブジャンクボックスじゃないんだ。そうだよ、そうだよ、さよなら、ジャンクボックス。アズピアのトラウマ、ね、うん、いっぱい練習したのね。いっぱい練習した場所、アズピア基本 MC できない。MC で名前を忘れちゃう。で、今日の MC なんですよ。どうしよう、どうしよう、クラブ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 、ジャンクボックス。言えない。マジやばい。ことがあります。はい。合宿中の服のポイントを言ってください。最初からお願いします。最初から、こういう、こういう、こういう、一緒に力
かも言わされるんだよ、一つずつ。かわいかった。かわいくない、なんかもう、いっぱい持ってきて、いっぱい買っていっぱい持ってきたんですけど、なんかもう、服を買える脳みそがなくて、なんかもう、なんかわからん。服さ、なんかその、一日一日のさ、コーディネートみたいなの考える。あ、わかる。なんかそういう、なんかもう、なんでもいいか、みたいな。あ、ジャージは一緒だった。うん、あれでも T シャツは汗かくからすごい変えとった。 T シャツ一緒だった超楽な、ね、T シャツだけ変えとった毎日同じみたいなね。これは何日目ですか。これはこのこれもすごく履いてる。匂いチェックすよ。でも絶対大丈夫。履いてから確認。本当に履けるか確認して。つけるじゃん顔。ねえねえ大丈夫でしょ。大丈夫大丈夫。なんか何も匂いしないでも本当に無臭。よかったよかった。確かに履いてるよ。帰る帰る何それ。やらなかったです。あやばいやばい。大人が消えた。大人が消えた。あびさん、よかった。歌うことさんは合宿どうでしたか。私ですか。私はですね、合宿はなんかあの候補生の人たちになんかいっぱい教える機会があって、でなんかその最初のその教える気持ちがなんか最初はちょっとなかったんですけど、あとちょっとね子供のように大事に扱って教えてってやってたらちょっと1位になってて、そのダンスのあれがだからなんかちょっとそういう気持ちが大切なのかなって学びました。とても影山さんどうですか。聞いてなかった。聞いてないよ、たぶん、こじまさん。あまりちょっとなんか、こう、思いつかれた。聞いてないわ。悲しい。悲しい。悲しい。昨日からうたちゃん、めちゃくちゃチャラくない。そのとき、超部屋で面倒くさかった。本当に面倒くさかった。本当にマック求めてない。チャラい。もしかして首今日解雇されちゃうかも。え、昼じゃね。歌うた。一人だけ、一人だけ。なんで？私は、最低最低。そういうとこだぞ。そうなったら置いてくれ。じゃあ息で働きます。そうなったらちょっとやっぱ東京までは無理だね。東京まで。解雇してるやつの小銭出せない。息でちゃんとここで皿洗いしてお金稼いでもらって。それで自費で帰ってくる感じ。まあ春休みだからね、働けるよ。そうかな、そうかな、働けるよ。働けるかな、働ける働ける。いや、さっきも喋ったけどテストどうでしたか皆さん。あ、テストそうだ、めっちゃ難かったんです。めっちゃ難かった。ってか時間足りない。泉さん難しかったです。めっちゃ首振る。泉さんが作ったんですか。そうだよ。え、なんの問題。ちょっと。ワック系の問題で泉さんですか。全部全部全部。泉さん、ちょっとどういうことですか本当に。え、でもさ、上ってひどかった。私上から何番目ですか。結構上の方だったと思う。え、三四位ぐらいじゃない。三四位。三四位めっちゃでも結構自信。でもさ。あそこの女の人さ、あ、ちょっと、ナルハの罪よ。なんか、あったっけ、なんか。あの、ラブちゃんの名前をさっき書いてなかったですよ。あれ？やばい、LINE が来た。ラブちゃんから大変な LINE が来ましたね。すごい。ラブちゃん、ごめんなさい。謝っても許されると。ことではないけど、何でも言うこと聞けます。人としていけないことをしました。本当に申し訳ないです。ごめんなさいというラインに来まして、チロルチョコを買ってもらう約束。何でも言うこと聞いてくれるんです。もっといいもの、ね、もっといいもの、ね、テレビとか。チロルチョコレベルの問題です。分かんない、そこまで気にしてない。よかったね、ラブちゃんが大きいので言っといたんだよ。よかったよ、勝ち切れ勝ち切れ。すごい取られてる。テレビとか買ってもらいましたよ。絶対絶対ラブちゃん1週間忘れたのがラブで危ない危ない。でも大きいのがいい。あのさ、箱に入った。やばいやばい、一人一人一人
怖い。すごいこと入ってないやつ言ってほしい。マリンバ3位だったよ。3位ですね、マリンバ。すごい、何点ですか？60… あ、でも7… あの点3倍くらいありますよね。誰が言ってんだ。いや、え、じゃあんちゃんの回答見なかったの？3点、23点です。ああ、なるはが45点、ウル40.5。あ、まあ、あ、今回その点5いっぱいあったの何なんですか？点5は漢字の問題がね、あの2問、1問 0.5 点とかなんで。あ、へえ、漢字はめちゃめちゃ解けた。本当に？絶対そうです。かけた前だ、かけた。あ、かけなかった。なんで難しいやつかけないで。こうじゃない。しかも安倍晋三の心臓普通に心臓になってた。いや、ごめんなさい、分かんなかった。分かんなかった。え、臓器の方の、そう、臓器の方かけたよ。それ次はそれかけすごくないでしょ。めっちゃ黒いもん。あと本名であん書いてた。そう、活用紙の名前書くとここに本名が書いてあって、やばい。やばい。なくてそう、あるでしょ。いや、やばい。本当に頭が解明か。あ、解明それなんの？やだよ、本名。この後解明なの？そうやん。え、アズピアの解明なんですか？いや、それ知らないけど。まだ全然ない。いや、私かもしれないですね。え、何ですか？名前。名前解明は、それはどうかな。ウルかもしれないじゃん。じゃあ、3人の候補の名前考えようよ。そうだね、今考えよう、ちょっと。ウル、ウルルルル。増えちゃって、増えちゃって。それでいきますか。それでやめて、めんどくさい、こっちが。点の場所が多くなっちゃう。また書けなくなっちゃうから。アンズピアのさ、点の位置って点ないんだけどさ、アンズピアみたいな人いっぱいいた。誰ですか？妹ですか？それは妹だけじゃないと思う。え、だけじゃないってことは妹書いてたってことですか？アンズピアとか。うわうわ、やっとるわ。マークって結構あれですよね。災難感ですよ。災難感だ。結構問題ですよ。ウルルが一番難しくないですか？確かに。マリンバもウルルの人がち。え、マリンバはバで覚えとる。でもバって忘れた。忘れない。そう、点つけちゃうじゃん。マリン、バみたいな。あれ、点つくのって2人だけなんです。はい。少ないですよ。実はそうなんですよ。意外とね。でも最悪だよね、一番知名度あるのに結構人数多いからね。そうそう、高校生からたまったもんじゃない。ふざけんなよって思う。8人もいんのかよ。そうね、それはもう絶対に。誰だよ、あと何人か。何も書いてない人何人いましたか？あ、はい、いるんだよ、結構いるんだよ。いっぱいいましたか？まあ、ちょこ。あれ、今日、え、今回来てないやつ、あれ、誰の名前だっけ？なんで何人しかいないってなってる。それか、もう7人で終わったって思っちゃってるか。チロルチョコ7人だと思われてるってこと。そう、7人で。やばいな、エキシビジョンで存在感めっちゃ示さないけど。はじめまして、ワッグのラブです。もっとなんか、ラブを強調してもいい。漢字で愛って書いて、ラブって読みます。そしてそれ、どんどんって書いて、どんどんって読みます。どんどん私は本当にラブです。偽物ラブです。前髪がもっと短いです。今は伸びました。違います。前髪が短いです。よろしくお願いします。え、なんかもうちょっとないの、そのさ、自分の自己紹介的なところで。自己紹介踊るしかないんじゃないですか？踊っちゃいますか？チャラブナリの合宿見たよ。すごい良くなかった。ラブナリの合宿はチャラさをしました。だってあのさ、昨日のやつさ、昨日だっけ？うん、おとついすごい選手の顔さ、生意気にしたの。そう、あれなんかすごい、こんなやつ。じゃあ最初のちょっと後が怖い。上からの顔が何言ってるか分かんないけど、とりあえずリップシンクしました。あ、確かに口がパクパクしてた。両サイドにバカになってるよ。でも実際に褒められたよね、昨日。あんなスマートなロッタラ見たことない。やったじゃん。よかったね。幸せでした。幸せでした。幸せ。スマートなロッタラが言われたことが、うん、そうか。あ、花ちゃん回してください。え、無理。助けてください。この人なすりつけようとしてるよ。 MC ラブ終了。
嫌です、嫌です、やります。やるの？やるんかい。みんなに服の特徴聞いてるんだからさ、立ってさ、言いないそこは。自分の自分の服どうした？忘れます。忘れた。締め出されたから早い。本当は本当はセットアップだったんですけど、す上の服を忘れました。なんで一人も笑ってないとここにいる。本当にアンズルマスしかね。言ったじゃん、笑ってよ。え、じゃここだから。ああ。でもこれはワックに入ってほしいメンバーはいる？ね。ね。入ってほしいメンバー。うん。根性、根性があったらもう。うん。毎日の腹筋に耐えられるなら誰でもいいんじゃないでしょうか。うね、あとあんな、アンの話に付き合ってくれる。あとね、アンズピアのいじめに耐えられる。ああ、それは本当に。ね、超怖いよ。マジで辛い。辛い。違うね、辛かったもんね。いつ？え、ああ、そっか、自分の部屋カメラ回んないんだって言ってたもんね。あ、そう、合宿前になんかちょっとサイアイトのね話。なんだっけ、サイアイトが何だろう。あ、そういうことね。なんかやらか、なんだっけ、なんだっけな、なんだっけな。なんかやらかした時に。なんかやらかした時に、合宿でもやったら、なんか。そう。お風呂でボコるからそうカメラが映らないから、お風呂の中でガチゴメネになるみたいな話とかして怖い怖い、マジ怖い、ヤンキーだから。違う違う違う、怖い、違わないよ。怖い、全然普通の一般人だった今までも。全然わかんないけどね。怖いなヤンキーだよ。全然ヤンキーは。なんか脳みそが 100% あったとしたらさ、5% ぐらいしかまだ使えてない。5% 使ってますよ。マグロ切ったもん。普通の人が。マグロの切ったもん。マグロって出てなかったじゃん。小島さんにさ、アンズピアもさ、解体しなよって言われてさ、でも脳みそないからできないって言っとったんで。確かに。何の話か分かんない。もうやばい、助けてください。カメラに映ってなかったけど、アンズピア調理 の, あの企画の時にずっとね、キザルガにね、つまんでんの。え、見たんですか？なんか動画くらいできたん、あれ、小島さんだったの？あ、そうそう、キザルガにひたすらかけてるんですよ。ひたすらかけてて、誰も見てないなってなったら、こうやってマグロの切り方すごくなかったですか？膝がこなのね。分厚い肉切ってる時もこうじゃんってこうやって切ってるの全然。ママごとじゃん。違う、ママごとじゃん。ママごとだよ。これでもさ、なんかさ、あのなんだっけ、ストーリーライターのさ、あれにさ、あのアンズピアが敵は良かったみたいな。そう、書いてあった。え？そう。欺いてるじゃんそれ。何それって思った。救いよりは何より大事だね。違う、オムライス女が。オムライスかけてましたよ、みんなに。鳥肌さんが吸ったやつをアンがかけてましたよ。かけてるだけじゃん。失礼よ。お前失礼よ。先輩にした通り鳥肌さんが失礼よ。失礼よ。吸いたいって言ったから。吸いたい。吸いたいって言った。吸いたいって。そんな希望聞いたことない。言ってたんですよ。だから吸いたかった。でも。トロロをかけなかったら1位って言われました。あー、何吸ったんだろう。ドンドンドン。あー、なんかロコモコ丼みたいな。あー、いいね、ロコモコ丼。え、なんかいいね、ロコモコ丼。あれ、なんだったの。なんか野菜炒めだね。あの、いい意味だ。え、違うよ。悪く言ったら何だったの。みぎんの味だ。あー、あの牛丼みたいなやつだよ。へー、いいね。でも、うるるんところはなんか固まってた。美味しかったけど。でもめっちゃ、でも普通に美味しかった。ね。何ですか。あの一体化してたパスタじゃないの。そう、パスタ。クリームパスタ。カルボラーラ。そう。カルボラーラ。ロレツが回ってる。カルボラーラ。固まったことのみ。うん。固まった。でも一番美味しそうじゃなかった。クリーム。え？そんなに。なんで俺がやってくる。いや、カレーだった。カレーだった。カレーも上手だね。そうだった。でもパスタが美味しい。肉すげーってなった。肉美味しいな。ね。妹に食材買ってて、うん、で何買うんって言ったら内緒です、言いません。アンズピアさんずっと言いませんって、ずっとこんなんな妹。急に冷たいじゃん。そう、めちゃめちゃ。アンズピア妹大好きじゃん。けど妹は最初アン推しじゃなくてウルウルだったからね。へー、そう、なんか分かんないよ、今も完成になりま
いや違うよ、今はアンジュペアだ。今3位だったらどうする？今はアンジュペアだ。いや、推しはこっちかもしれない。いや意外と予算に気づいちゃうから、そうなんかまあ、いいな、じゃあ押されてんじゃなくて、あざ笑われよ、バカにされてるんだ、バカにされてんだって、わあ、こいつ私よりバカだ。そう違うよ、昨日なんかめっちゃ面白い話で笑ってた、アンジュピアの。何アンジュピアの話したっけ？アンジュピアの反対の。アンジュピアの話したっけ昨日？いや、私たちが、うん、記憶ある記憶ある人、内容言ってくんないと分かんないんだよね。そう、まあ、そう抜けてるピアの食欲、あご飯の食欲の話、あすごいんですよ、食欲すごい、一人で2合だって何がご飯何合食べるの1だよ1合、うん、それでもやばいわ、雑炊キムチ鍋の雑炊の時はまあまあ食べた、あそう、なるちゃんと私とアンズピアでキムチ鍋作ったんですよ、で最後雑炊作った時ね食べれなくてさ、あんちゃんどっか行っちゃって結局2人で頑張って食べてて、で私が皿洗いしてる時にアンズピアがひょこって現れて、食べ終わってないじゃん、あんた食べてあげようかって、だいぶ入れたんだろう、だいぶご飯入れたんだろうこの量、まあ食べたんですけど、食べたんですよ、全部食べたんだよ、美味しかった。だってここに来てからもさ、夜ご飯とかみんなさ頑張って食べてる中さ、おかわりしちゃおうみたいな3倍ぐらいのバナナひたすらに出すよ、そうね、バナナ食べてる画像がさちょっと可愛くてさ、なんかさ小猿みたいで可愛くてさ、小猿みたいじゃない、あカメラ消えてる、消えてる、こっちにいる小猿みたいな可愛い、ね、手足手長なるな、手長なるみたいな、美味しそうだね、そう可愛いなのってころはちょっと間違えた、あれ、ほなちゃんバナナ食べてないじゃん、あ、そう狙って、隣の人のバナナとかこう狙ってこう隣の人が食べてたみたいな、なるちゃんの目があれ、なるちゃんバナナ食べれるとか言われて、食べれるよ、あと5分あるよ、キムさんから大福もらった、そう、キムさんがね1回くれる、おはぎもくれたし、そう、あとあのちょっと待ってないんだけどな、なんだっけこれ、かすまきもらった、かすまきもらった、あれカステラは、カステラも食べました、うわ、いいな、キムさん今日何かくれないかな、いや、怖っ、りて、測りて、うん、おやすみなさい、おやすみなさい、黒川さん寝ます、黒川さん寝ます、適当なこと言わないから寝ます、おやすみなさい、寝る姿勢に入ってるもん、これはこれもその姿勢入ったら終わりですよね、いややばいやばい、もう家じゃないですかそれ、全くでもめちゃめちゃいいよね、環境がいい、めっちゃいい、ご飯毎食出るし、そうそう、風呂めっちゃいいし、ご飯毎食出るわ、ご飯毎食出るわ、美味しかった、風呂一番乗りだからね、あんなに毎回、ね、そうだよね、だって風呂まで泳いじゃってたもん、なんかそうなんだよ、悪いんだよ、飛び込んで泳いで飛び込んでよ、そう効果音付きだから、口で効果音、お風呂がね気持ちよかった、よかったね、あのでも雲がいた部屋に、おーおーおー、マジでね、バスにも意味わかんないぐらい、8頭身ぐらいの、8頭身ぐらいの、でかいな、蚊昨日もなんかさ、グループで通話したのに、うたちゃんずっとこうやって虫縛りしてた、痛いから本当に携帯機でずっとこうやって何してんだろうと思って虫喋ってんのに、そうそうそう気になっちゃった、気になっちゃった、夜寝るとき耳とか一個入ってきたら嫌だなと思って怖っ、そう、潰しちゃった、なんか人の口の中に虫はなんか人生の中で何 100日ぐらい入ってるらしいよ、え、何の話をしてるの、え、100匹100回ぐらい入ってるらしい、気持ち悪い、出てくる、食べちゃってるんだよ、寝てる、ここまで来てまた登ってくるの、ちょっと食べちゃってるの、胃液で溶けるんだよ、え、そんなしっかりめに来るの、しっかりめに食べてるらしい、どんだけ入ってくるの、勝手に奥まで行くってこと、ゴキブリ、ゴキブリ、ゴキブリ、え、それとも虫よりマリナの胃酸の方が強いってことやろ、でもさ、カリナってゴキブリいないんでしょ、そんなじゃあ入ってきたことないよ、え、気持ち悪い、気持ち悪い、ゴキブリだけじゃない、夜むせるときは、お前とかもむせたときはさ、ゴキブリ食べてる、え、そうなの、
うん、そうなの、その話やめよう。なんか不快な気持ちになった今。ゴキブリって人の髪の毛食べるんでしょ、ね、不快な気持ちになってる今。生き延びるしよ、それで。すごっ。でもゴキブリって頭切っても。なんか不快な気持ちになってる。頭切ってもね、そう。あ、いいや。食いついちゃったから、やっぱ。すごい。あと、中華街でネズミ見た。やめて。え、渋谷でも見たよ、ネズミ。そう、渋谷でも見たよな、ネズミ。渋谷が異常だ。道玄坂にね、泳いでた。泳ぐネズミはポンポンポンって。あれ、ね、そんなこと言ったらネズミなんてどこにでもいない。いや、ほら、東京以外にないよ。千葉にもいるよ。あ、千葉にもいるよ。あのさ、尻尾がえぐくない？あ、わかる。ピンクのあの、なんかあのこの 生身みたいな感じが、うん、こうハムスターみたいにさ、ポンポンみたいな尻尾やったらいいのね。かわいいね。それはちょっとかわいいかな。確かに、ハムスターかわいい。あ、なんかチョロチョロチョロってしてるのがね。ハムスター、うんこをさ、パチパチってどこにでもしていくのがやだ。ひよこもそうだよ。もちもちもちって。ウサギはさ、ちゃんとするべきところのゲージの中とかするかもしれないけどさ、ウサギ普通ウサギ好きだからさ、ウサギの話してよ。やだやだ、ウサギのモノマネできる歌か。やだやだやだ、モノマネだけだったらいいじゃん。ウサギはちょっと寒い、匂いは好きじゃない。匂いそれは育ててる環境の問題じゃない。ウサギ飼いたい飼いたいって言ってたの終わったの？終わった。なんかカフェに行けたらいいかなみたいな。コメント出てますか？コメント出てますか？さやたコメント見たいんだね。出てるかな。もうこれパソコンが何も使う。ああ。機能してる。エラー状態で。ああ。いいな、MacBook。前から死んでるのか。お腹が空いてきた。ああ、昨日モバブありがとうございました。いいえ。すごい大きかった。モバブラ？コブラやった。でか。そう。こんぐらいパソコン用のやつ使って、デジカメ用か。iPhone 壊れそう。そうなんでやったら、壊れないよ。一気に入りすぎてくるから、うん、ドーンって情報量が繋いだらボーンってなっちゃう。あ、さっきワック、イキシビジョン出るのってコメント。出ます出ますよ。マジで出ますよ。その話さ、やんないとじゃん。そうだよ、オープニングで出ます。ワック聞いてないよ。え、出ますよ。なんでかわさん、ロカワさん、なんでですか？お酒飲んだ時に聞いてたかもしれない。わー、だからワック T シャツ持ってないんだ。ほらやった。ほらだからだ。着てくださいよ、本当に。1万人着てください、 T シャツ。 T シャツ1万人が見てるよ。じゃあ歌は買ってね、うん、そうして。それはきついっす。 M サイズでいいよ。いや、きついっす。うわうわうわ、いいですね。どっちがいいですか、ワックスとウィアキッズ。両方欲しいんじゃない？ウィアキッズ。じゃあ、歌にワックスもらって、ウィアキッズを、じゃあ、どうしようかな。ズッピン行きましょう。ズッピン買ってもらいたいところを、カナイモに買ってもらおう。マジで大丈夫だね。大丈夫だな。3,000円。本当に高いよ。私のポケットマネーからも出せないな。ちょっと出せないな。出しづらい。すごいな、なるほど。98万人がこれ見てるってマジで。本当に。ゆるすぎ98万人規模じゃないこれ。98万人は何に響くことしろよ。何？98万人はちょっと何聞きたいの？昨日話したやつの話は。あと10分です。やばいやばい。エキシビションの際。昨日さ、みんなで話した話は。セラピション回してそれ。え、それ回すの大丈夫なのかな。いいんじゃない。昨日、あ、でも、あ、そうだね、ホテルバレちゃんがなんて言えない。ああ、楽しみにして。違う、ホタルかけじゃん。ホタルかな。みんなで意思統一しました、うん、そうだね、昨日みんなで意思統一した。すべらない話。無理だよ。話し合える。多分これすべらない話とか言ってる人はすべらない話できないから拾わなくていいんだよ。いや、怖い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 。え、私って昨日の話していいんですか、小島さん。おう。そうなんです。私、昨日だけ脱落した。一昨日脱落しまして、あの福岡待機で、福岡に一日いました。それですね、あの、チェックインまで5、6時間時間がありまして、暇すぎて、でも物欲もなく、ただただ食べ物を食べる会を開き、一人でタピオカを飲み、1000円以上するパフェを食べて、うん、お茶を飲んで、うん、何だったかな、なんか
あとやたらとお菓子買って食べて、でチェックインして寝て、夜に一人で焼肉へ行きました。牛角。あ、そうです、牛角へ。あのスタッフさんから本当にリラックスしてきなって言われたんで行ったんですけど、私の地元は一人焼肉、なんか焼肉屋さん行くとカウンターがあるんですよ、一人焼肉できるようの。でも福岡なくて、で、あの一人ですって言ったら、あ、はい、一人ですねみたいな、店員さんの態度が怖と思って、はとか思っちゃったんだけど、そしたらなんか嫌がらせが分かんないんですけど、あのレジ前のボックス席に入れられたんですよ。4人席にしました。そう、4人席で一人なの。しかもひどくない？しかも目の前カップルなんだよ。きつ、きつ。でもきつすぎて、でもまあお金払ってるからいいかなと思って。うおー、回し物がやるけど。あ、そうだそう、あのデジカルビの蜂蜜黒胡椒めっちゃ美味しいんで、みんな食べてください。へー、甘いの？甘い。ここにも回し物がいた。そう、美味しいから。食欲怖かったな、福岡。福岡めっちゃ怖い。夜の福岡めっちゃ怖い。ちょっと攻略方法教えてください、誰かよかったらお願いします。中洲、中洲とかに行くとね、いいよ。本当ですか？博多にしかいなかったです。近いから。え、本当ですか？どこ？神奈川。行きたかった。え、それは先行ってくださいよ。どうしたんですか？付属契約。え、違う、なんか友達いるんですよ福岡に、うん、遊べないみたいな言ったら、ごめん遊べないみたいな。もうみんなに断られて。それ友達なの本当に？多分。ああ。多分。大手の人もそう。ラインじゃ、うん。DM で喋ったラインじゃなくて。友達じゃないかもしれない。ああ。寒い。中洲行けばよかったな。ベルさん今日の疑問は？今日。エキシビジョン。エキシビジョン。意思疎通じゃ、あの意思統一をしたので昨日。もう本当に。違う枠を、なんていうか、今まで通りの楽しさとその合宿を通したワークを見せます。お、お、見せましょう。八人で見せる。なんか吹いちゃってたけど。バカにする。いや、しかもなんか剥がしたての湿布で吹いちゃう。見てください。休息時間で。マジ。うん。クレヨン神社に似てるね。クレヨン神社似てますか？似てる、似てる。声がですか？最悪ですか？ちょっと出てきた。モノマネ絶対無理です。え、てかもうこれで似てるんで大丈夫。いや、ボーちゃんだよ。ボーちゃん、ボーちゃん、鼻ボーってして、ボーって、ボー、似てない。もうちょっと低いやつな、音が。ボーちゃんできるから、ボーちゃんってさ、石の歯を歌えて言ったよね。ボー、石の方が言ってるよ。なんかちょろちょろしてた。見たことないでしょ、クレヨンしんちゃん。うん、大好きだよ。映画いっぱい見てる。だよね。なんで、なんでだから一緒に映画見に行こうよ。うん、いいよ。え、あ、クレヨンしんちゃんはいいって言ってるか。うん、あのドラえもんが嫌なんだよ、みんな多分。じゃなんでそんな気になったら行きたくないんだよね。小島さんにもトイストーリー見に行こうって言ったのに。もういい話して終わってもらえます。本当ですよ。確かに。何分何分ですよ。あと何分ですか？あと5分。やばいじゃん。やばいよ。今後のワークがね。じゃあいい話する前に俺謝罪していいですか？あ、はい、本当だよ。謝罪していいですか？はい、絶対よ。あの、昨日夜に黒川タイムに行ったんですけど、はい、あのその時にあの金谷モンスターさんについて話した時に、あの正直可愛くないけど、ね、あの踊ってる時は表情がすごく良くて可愛いって言いました。最低だよ。それは正直可愛くないはちょっと言い過ぎたなと思って。最低。でもあのあれ、古木さんも私のことなんか性格悪そうとか言ってましたよね。ジラジラ。キカさんに似てるって言ってませんでした、古木さん。あ、言われてた、言われて、それは見ました。でもそれは知らなかったんで、マジで知らぬが仏だったな。そこから今で、ね、可愛いっていうところに着地するから。どういうことですか？あの踊ってる時にすごくいい表情してて、それがとっても可愛いなって思ったっていう。今は可愛くないってこと？あ、そう、多分そうです。いや、でもずっとずっと。あれなんですよね、あの花江モンスターさんと
ヒカさんは可愛いってよりも綺麗なんですよ、うん、やめて変なフォローか長い一瞬が長くなっちゃったこれさ、キカさんにもめちゃくちゃ失礼だダメだよ、本当に危ない、事故る事故る綺麗ですよ本当に危ない、ちょっとやばい、ちょっといい話で締めなきゃいい話しよう初代者の後もかします、うん、綺麗です、あと2分ぐらいラブちゃん、今日の意気込みをラブちゃん、うん、なんて昨日話した今後のワークの4月からのなんか注目ポイント的な注目ポイントは、うん、こんな感じだからライブで待ってるよみたいなまともな意思統一が初めてできた今日4月からワークはまとまったみんな素敵な素敵なグループで全力ライブをします花屋まとめてくださいはい合宿を通して本当にいろいろ学んだこともあったしラブちゃん一人いなかったけどなんかその分また8人の絆が深まったなと思います4月からそうですね4月からではなくエキシビジョンからもう新しいバッグをどんどん見せていけたらなと思っていますてか見せていきますなのでぜひぜひ4月公演お待ちしております新しいバッグ見に来てください4月はどんな形であろうとこの8人でやりますのでぜひぜひ見に来てください待ってます待ってま す, 待ってます今チケット売ってます、うん、買ってみんな、ね、チケットいっぱい本当に売ってますありがとうございました本当に早速1週間後に仙台に行くんですか、ね、そうだよだからみんな仙台に来ちゃっていいと思う本当に来てくださ い, ださいお願いいたしますそう合宿中もねたくさん応援ツイートちゃんと見てますよそう本当に合間合間にちょっとずつ見てて本当に嬉しかったですなんかね大富豪の時にねみんながねアットマークつけてねなんかその戦略法みたいなの送ってくれてねすごいでも読んでもちょっと分かんなかったけど嬉しかった気持ちが嬉しかったすごいありがとうございますありがとうございますマリも一緒に演習率覚えようとしてくれてた人がいっぱいいたすげえすごい優しい本当にまあみんなねマリより下だったけど桁数はすごくない130何桁だっけ130個アルちゃんも覚えようとしてくれたんだよね30個覚えましたお30個今でも正解合わせなんだよなそう言ってもらおうと思ったよ3、2、6、5、3、5、3、2、3、8、9、7、9、3、2で、はい、イエーイ、ラブ不合格、3、2、3、8、9、7、9、3、2で、いい感じにいけた、いい感じにいけた、いいわ、なんとかいけた、そのサイトさんの覚えたやり方で覚えた、3、2、3だよね、3、2、3、泣く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 、なんだっけ、泣く泣く、3、2、3走る、あ、泣く泣く、3、2、3、あ、もうせっかくうまく締めたのにさ、ね、泣く泣かったじゃん、本当にじゃあ最後、ウルカのコメントで、はいはい、ちょっと高い声で喋ろうかなと思います。眠そうと言われますので、私は目を開いて高い声で喋ります。はい、今日のエキシビジョンは、あ、違う、今日のエキシビジョン、8人で全力で学んだことを全部出して頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。終わらせようですか、終わってえ、いいじゃないですか。はい、はい、ではちょっとあのね、ワークのみんなにも1時間お付き合いいただいたんですけど、準備があるのでもうそろそろ出なくちゃいけないんで、ちょっと準備してもらわなくちゃいけないので、エキシビションの始まるまで、皆様には MV を見てご覧ね、待っていただきたいと思います。 MV してくれ、わーって言って、もちろん、はい、もう一緒に上げ、みんな一緒に上げ、マリンバでした。ありがとうございました。エキシビジョン見てください。さようなら。あ、そういうことか。ありがとうございました。私、あの、生で見た方が可愛いってよく言われるので、皆さん、生で会いましょう。本当に。確認して。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。イエー。
どうも、歌うとです。ラブです。頑張ります、今日は。覚えてください。ラブです。あと、私も古木さん好きです。ありがとうございました。行くぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。3人、残りました、はい。これからエキシビジョン、どんなことがあるかわからないんですけど、頑張ります。頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、6日間。ありがとう。これやる？あ、いいよ。せーの。よし。はい。ありがとうございました。サイアートです。たくさん喋ります。頑張ります。たくさんエキシビジョン頑張ります。よろしくお願いします。じゃあそのまま MV どうぞって言ってもらっていい？じゃあそのまま MV どうぞ